カジノのコブでございます。今回はですね、私が一番最初にやったビジネスをちょっと紹介したいと思うんですけども、まあ何回も話してるんですけどもね、改めて2019年度版でお話します。内容は一緒です。ハワイで衣装を売るって話ですよね。で、私はですね、一回だけサラリーマンやってるんですよ。それは、大学を出て新卒の時に、地元の小さなね、スーパーに勤めてました。ハローズっていうね、今では一部上場企業になりましたけども、当時はまだ上場してなかったんですよね。私が退職する時に上場して、まあ、上場期に私は辞めたわけなんですけども、そのハローズっていう会社はね、新規採用、要するに新卒を取る時に、在学中にハワイ研修っていうのを当ててくれるんですよ。で、ハワイ10日間ぐらいに旅に連れてってくれて、まあ、その時に50人ぐらい一緒に行くんですよね。で、あ、来年はこういう仲間たちと一緒に新入社員になるんだっていう意識を高めていくわけなんですけども、まあ、そこでですね、10日間もハワイに過ごすわけですから、まあ、ハワイ研修といってもね、やっぱりぶっちゃけ1日遊ぶわけなんですよ。自由時間もたっぷりあってね。それで、どんなことがあったかっていうと、もうほとんど覚えてないんですけども、とにかく楽しくって1日目2日目で持っていった3万円ぐらいのお小遣いっていうのはね、当時大学4年生ですからお金ないわけですよ、そんなにね。3万円もバイト料でやっとなんですよ。それをハワイですぐ使っちゃったんですよね。で、もう3日目からお金ないんですよ。で、お金ないけどもまだスキューバダイビングもあるし射撃もあるし、もうほんと楽しいこといっぱい残ってるのに、あと1週間ほどね、全くお金がない状況で過ごすなんてちょっとね、もったいないなと思ってたんですよね。で、当時 ATM もないですし、当然クレジットカードやキャッシュカードも持ってないですし、大学生ですからね。で、かといって一緒に行った他の、まあ見込みの新入社員ですか、他の同僚同期ですよね、に借りれるお金もないしっていうか、みんなお金ないわけですよ。で、なんとかお金を手にして、まあ、楽しみたいなと思った時に、私はね、何か物を現地で売ろうかなとかね、なんかパフォーマンスとしてお金もらおうかなっていうふうにすぐ考えたんですけども、なかなか思いつかなくって、なんか苦肉の策でね、その辺に落ちている石をなんとかお金に換えられないかなと思ったんですよ。で、単なる石だったら買ってくれないだろうから、私はホテルの方に戻って、ホテルのね、パンフレットとかを見て、ちょっとだけね、ハワイってものがどういう島なのかってことを、片言の英語で読んでいったんですよ。そしたら、ハワイっての8つの島でできていて、それぞれいろんな島の名前があるよってことはなんとか読み取れたわけなんですよね。まあ違ってたかもしれませんけども、そこで私がひらめいたのは、落ちてるいろんなタイプの石を集めて8個で1セットにして、このぐらいの袋に入れてね、売ろうかなと思ったんですよ。それがですね、ラッキーストーン、ハワイの8つの島に行って取ってきましたってラッキーストーンですよ。これがだから販売する商品になったんですよ。で、この石ですけども、その辺のね、歩いてる人を捕まえても、それはなかなか売れないですし、なんせ英語ができないですからね。じゃあどういう風にするってことを私はね、考えたわけですよ。その時すぐひらめいたのは、これがいいじゃないかと。自分がね、英語は喋れないけど片言の日本語が喋れるんですよ、ね、だから日系2世のふりをして、普段はここでお土産物をやってるんだけども、今日はお父さん休みだから代わりに商売に来たんだよっていう体で、現地の2世のふりをしてですね、片言の日本語で日本人観光客に声をかけるってことをね、思いついたんですよ。あとは販売する場所なんですけども、なんかね、道端でいろんなもの売ってる屋台みたいなのがあって、で、そこに行ったんですけども、もう結構ね、雑居してるところに、で、食べ物売ったりとか、ビデオ売ったりとかね、ネックレス売ったり、貝殻のなんかお土産を売ったりわけなんですけども、まあやってない店もあるんですよ。で、やってない店に行って勝手に。で、そこで、さっきのラッキーストーンをね、20個ぐらい並べて、で、いらっしゃいいらっしゃいって片言の日本語でね、呼び込むわけですよね。で、そして、まあ近づいてきた人に、話しかけるんですけども、まあ私はね、ここでもう、10年、石売りをやってるんだ、こうやってラッキーストーン売ってるんですよ、みたいな話をして、で、話し相手ってのが日本人観光客なんですよね。で、日本人観光客がやっぱりこう片言の日本で喋ると喜ぶんでで、仲良くなった時に、それいくらって聞いて、私は500円だよとか5ドルだよって言ってね、当時1ドル98円か105円か105円だったと思うんでね、私が22か23ぐらいの時ですからね、もうかなり前ですね、24年か5年ぐらい前ですか。で、そこで、まあ、5ドルだよって言って、このぐらいのね、8つの石を5ドルで売ったわけなんですよ。で、大体それで1時間に20袋ぐらい売れて、それをまあ2回やったんでね、大体日本円で言ったら2万円前後が2時間で稼げたということなんですよ。で、その2万円ね、200ドルを持って、200ドル前後を持って、その日の午後はしっかりと楽しんだと。で、次の日も朝7時ぐらいから9時ぐらいまで同じことをやって、で、まあ大体ね、やっぱり200ドルぐらいできるんですよ。で、200ドルぐらいできたら、そこを離れて、まだね、それで使って、それとかね、同期のやつに貸してとかね、やって、まあ、現地でなんとか10日目まで、
豊かな日々を過ごしたんですよね。本当にね、お金欲しいなと思ったらいろんな知恵が出るもんだなと思いました。この日本というのはもっともっとチャンスがあるところだと思います。そして東南アジアをはじめこれからのね、アジア諸国っていうのももっともっとチャンスがあると思います。まあ、どっちにしても今置かれている現実にね、不幸だと思えば不幸になっちゃうんですよ。でも今置かれている現実を使いこなそうと思ったらやっぱり何かができるんじゃないかなと思います。私はいつもそう考えてるんですけどね、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは次回はですね、網戸を売って1億円という話をしましょうか。私が訪問営業で網戸をねやっていたところの話でございます。それではその時まで失礼します。どうも、今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日もですね、藤原さん一人のために、普段はですね創価塾塾生のために動画を送ってるんですけども、藤原さん一人のために動画を今日岡山出張から帰ってきてですね、もうなんかすぐに動画を撮ってお送りしようと思います。すいません、この格好のままお送りさせていただきます。今日はそのミキーマウスのジンベイです。2つの方法でですね、もう立ちどころに今日その日のうちに1万円を稼ぐ方法、いや1万円以上ですね稼ぐ方法を2つ、私の今まで12年の商売経験の中で即効性があってお客さんに喜ばれてその場で元気になる方法を2つ今日はお届けしようと思います。即効塾のカリキュラムの中でも雑談として出てきてどこで話しても大受けする話です。ところが残念なことにですね、雑談でただでお話しすることが多いんで誰も実行しないんですよ。誰も実行しない。実行していただくと結果はまあ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 、僕の場合は出続けていました。まあそんな話はいいんですけども、もう早速話を早くしろという声が聞こえてきそうなんでお話しましょう。一つはですね、ちょっと待ってくださいね、裏かけないか、裏かけるな。1つ目、これでいいか、ハワイで石を売って時給1万円という話なんですよ。これどういうことかと言いますと、僕はちょうど藤原さんと、まあ、年を同じくする頃ですね、僕大学出てからすぐにハローズっていう風な会社に入ったんですよ。24時間スーパーですよね。倉敷にもあります。で福山にもあります。今はまあ四国の方にも渡ったんですけども、今で言ったら年商が800億900億ぐらいで、まあ上場もしてる会社なんですけども、僕が入社した頃は上場してなかったんですよ。で本当に地道な田舎スーパーから始めて、上場機会に僕はその会社を辞めて独立という形を取ったんですけども、まあそういう話はいいんですよ。このハローズに入社する前にですね、入社前研修っていうのがあったんですよ。研修、この入社前研修は実はまだ在学中、大学4年生卒業控えた内定者を集めて、50人ぐらい集めて、内定者ってのは毎年50人出てるんですね。まあ辞めていく人が多いん でこの50人をハワイに連れて行って10日間、そこで研修という名のまあ仲良くなりましょうみたいなことをですねやってたわけですよ。まだ今よりも幾分世の中豊かな時代だったんで、こういうふうな内定者をつなぎ止めるような方法を取る会社が多かったんですよ。これでハワイに私12月にピューッと飛行機で行きまして、ハワイにですね10日間滞在することになりました。こう海があってですね、ダイヤモンドヘッドがこうあってですね、ここにハワイの、ホテルがあります。なんか結構いいホテルだったんですけど、ホテルの名前忘れました。ここに10日間滞在して、なんと旅費はまあ途中もう当然会社持ちです。飛行機代ですね、飛行機行って帰ることは会社が見てくれます。でホテルも10日間部屋を取ってくれて個室でした。でしかもホテルにはですね24時間のビュッフェがついてたんで、もう食うのにも困んないわけですよ。ところがですね、研修で行ったとは言っても、もうほとんどが遊びですから、この50人のこれから一緒に仕事する仲間と、海行って遊び、食べるものはこのホテルのビュッフェなんてもう1日で飽きたんで、あっちこっちで外食するわけですよ。
もうチップも払いたいですからね。チップをなんかこう何セントとか1ドルとか払うわけですよ。そんなこともテレビの映画で見るようなこともしたいんで、あっちこっちバッパカバッパカお金を使っていきました。当時僕はなけなしのバイト料を前借りして3万円をこの旅行に持っていきました。まあ他の50人のメンツも、まあ、それぞれに、まあね、5万とか10万とか持ってったと思いますけども、私3万だったんですよ。で、僕はこの3万円をなんと2日目で使い切ってしまいました。当然です、1日3000円とかで地道に使ってらんないです。もう2日目で全部なくなりました。これどうするんやと、あと1週間以上金もないで、みんなはこうレンタカー借りてですね、誰か運転してバーッと遊び行ったりとか、ショッピングセンター行ったりとか、まだ美味しいもの食べたりとか、スキューバダイビングするわけですよ。俺だけ金がねえぞと。当然他の50人の仲間貸してくれという中でもないです。お金を稼いでいる中ではないです。しかもみんなもお小遣い限られてますから、貸してくれるわけはないですよね。当然 ATM なんてないですし、お金ないわけですよ。どうしますか、この旅行先で、しかも言葉のわからない異国で10日間しか滞在しないのにお金がない。ただ食べるのには困んないんですよ。ただ遊ぶ金がないんですよ。まだ射撃もしてないし、あれこれ買ってないし、ココナッツミルクも飲んでないよみたいな状態ですよ。まあ、どうしても金が欲しかった。金が。2日目の夕方、僕はこの海岸をですね、こう、それからショッピングセンターをこうやって歩くわけですよ。なんか金落ちてないかなと。金になる方法ないかなと。どっかでバイトでもさせてくれないかな。まあ、全部、ペケですわ。波の考えじゃ金が作れないということは、もう誰の目も明らかです。それでもですね、ゴンビ箱を漁っちゃ、なんか金になるものはないかなと。何か、お金をくれるようなネタはないかなと探しまくったんですよ。その時天から神が降りてきたわけではなくて、もうあれですよ、結局は無尽蔵にあるものを売っていくしかないと。だって1週間ですからね、残り1日に少なくとも5000とか1万欲しいわけですよ。となるとどこにでもあるものを売っていくしかないなと、それで金にするしかないなというところにしか発想は戻らないんですよ。僕はもうね、まあ、結論から言うと石を売ったわけですよ。この辺に落ちてる石をですね集めてきて売りました。この売る方法に一つ価値を与えるという行動が必要だったんですよ。まあ当時はそこまで考えてなかったですけども、金が欲しくって何でも売れという気持ちしかなかったです。さあどうしたかというと、ホテルに戻ってホテルのですねパンフレットがもらえるんですよ。で、ハワイのことがいろいろ書いてます。中学の時以来まともに英語なんてやったことなかった僕がよく読むと、どうやらハワイっていうのは8つの島から主に8つの島が集まってできてるらしいということは読み取れたんですよ。なんでこの石をあっちこっち行って集めるだけじゃなくって、8つの石にまとめてハワイのそれぞれの8つの島に行って取ってきた石をラッキーストーンとして売ることにしたんですね。こう透明の袋に詰めてですね、でパンフレットを小百合状に切ってここを結んだんですよ。で8つの石をこう入れてですね、これをなんとかハワイで売ってるラッキーストーン、ハワイで大人気、観光客に大人気のラッキーストーンとして売り出せないかなと。しかもこのラッキーストーンのはハワイのそれぞれの島に行って私が取ってきたものですよということにして、なんとか買わせられないかなと思ったんですよ。まあ実用はその辺に落ちてる石ですよ。でもう一つ演出を入れました。この袋に入った単なる石を売るためには説得力がまだ足りないだろうなと思ったんで、あのホテルの前にですね、まあ、あの今ではないと思うんですけども、こう屋台みたいな露店が結構出てたんですよ。そこではあのアクセサリー、貝で作ったアクセサリーとか写真を撮ってなんか10ドルとかみたいなのをねよくやってたんですよ。でそこに行って売ろうと思ったんです。これをどっかで売らせてくれるとこないかなと探しに行ったんですよ。もう交渉するしかないなと。しかし交渉する手間はいらなかったんですよ。なぜなら行ってみたら休みの店がいくつかあったんですよね。だからその休みの店の前に陣取ってこれを並べて売ることにしたんですよ。いやこれでもまだ演出力が足んないなと思ったんで、僕がですね
なるべく持ってきた服の中で現地の人っぽい服を選んで、しかも自分は日系二世のふりをして商売を始めることにしたんですよ。ここまではストーリーが組めました。まあ、僕がハワイで生まれ育ち、ラッキーストーンを売って生計を立てている高校の少年だと。まあ当時22ですからね。でもうこの仕事を8年9年やっているみたいなストーリーを頭の中で作って、ラッキーストーンだから買ってくださいということにしたんですけども、問題は言葉なんですよ。観光客対して日本語じゃおかしいだろうと。でもおかしくない方法があったんですよ。それはですね、日本人観光客だけに売ったんですよ。日本人観光客と見ると僕は日世、日系2世のふりをして片言の日本語を自分で作ってですね、その人たちと雑談を始めるわけですよ。こんにちはと、日本から来たんですか、あ、日本いい国だね、私もね日系2世で母親が日本人なんですよ。で、日本にも幼い頃4年住んでたと。それからハワイに戻ってきて、父親の仕事の関係でずっとハワイで仕事をしていると。で、僕も自分もですね、ここの仕事を週に2回だけ入ってるんですよみたいなストーリーを作って、お客さんとコミュニケーションを取ることに成功したわけですね。そうすると日系2世と話したい日本人は結構いるんですよ。さあ捕まりました。集客は成功しました。もうね、すぐに5人10人の人だかりができたんですよ。そこで雑談をして日本の話を僕がするわけですよ。福岡に行ったことあるよと、それこそ広島はこうだよと、東京はなんかあれじゃない、西郷さんとか8号がいるよねと、懐かしいなと、もう20年くらい前かっていう話をするわけですよ、片言の日本語で。そうすると日本人の方みんな優しいと、うわそうなんだよ、あなたよく知ってるね、日本語上手だねと、ハワイのなんか名称ないんですかと言ったら、パンフレットの内容を何だったかなと言いながら喋るわけです。で、肝心な信頼関係をそこで作ったわけですよ。これは当時そんなこと考えてないんですよ。今思えば仲良しになっただけなんですけど、信頼関係を作ったんでしょうね。で、最後に大事なポイントがあるんですよ。それはその人たちは必ず、ところであなたは何をしてるんですかって聞いてくるんですよ。その瞬間です、僕のセールスが始まるのは。あ、私はね、そう忘れてたと、ラッキーストーンをここで売ってるんですよと、このラッキーストーンはお土産に最適でいつもバン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 売れてるんですよと。もう8年僕も売ってきてベテランですと。僕がですね、8つの島に行ってきて、泳いじゃ取ってきて磨いて選んで、そこに祈祷師の祈りを込めてラッキーストーンにしたものをお土産として売ってるんです、どうですかと。これはなんとですね、皆さん仲良くなったんで、本当はこの値段じゃないんですけども5ドルでいいですよというふうにして値段をお知らせするんですよね。そうすると5ドル、当時の値段で1ドルが105円ぐらいだったんで、まあまあ500円ですよね。観光地で500円のお土産ってどうですか、このぐらいのもんですよ。他の店の価格がですね、もうバブルの余韻もあって3000円とか4000円とかザラなわけですよ、お土産の1個単価。そこに出てきた500円のお土産、まあ500円だって買っていこうかなと、チップ代わりにどうぞと、みんな買います。まあ100人来たら100人買うようなペースで買いました。まあ中には2つ買っていく人もいます。で、セールストークしたら、まあこれを買って帰ってお土産にするもよし、文鎮にするもいいし、中の8つの石を分けてそれぞれにお土産にするもよし、いろいろやり方があるでしょうと。とにかく8つのラッキーストーンなんでお土産にはとってもいいですと、こんなちっちゃいから荷物にもならないし、カバンのお供にポケットに1個入れといたらどうですかみたいな売り込みしたわけですよ。まあ売れましたよね、これは。なるほど、どのくらい売れたかというと1時間に20個売れたんですよ。で、僕は1時間に20個売ったってことはもう1時間に1万円作れたわけです。だからこれを2時間だけして2万円を手にして、200ドルを手にしてですね、まんまと午後からはその2万円を使って行ったということなんです。次の日も同じことやりました。朝9時ぐらいに行って11時か12時前までこの商売をやって、2時間ぐらいで2万円ピタッと作ってですね、その後午後は豪遊ですよ。2万円で射撃もしてスキューバもして水着も新しいの買ってですね、海パンを買って、でこのハワイ10日間の後半、みんなお金なくなってくる、僕だけお金をまた使ってなんかビール飲んで、だからそのアトラクションもですね、有料のやつ行くわけですよ、他のやつをしじめに。まあスタートダッシュしましたね。このですね、旅行中にすら
稼いでしまったというのを今思い出せば僕の生涯初の自分だけでやったビジネスだったんじゃないかなと思います。これがですね、1個目の現金を作る方法です。まあ旅行中でもできたんだから、旅行中じゃなくてもその辺の近所でもなんかできるんじゃないかなと思いますよね。それでは次の話では、僕がですね2002年から2007年まで稼いでた方法の紹介をします。お楽しみに。